今回は、土屋先生のサクナビクスのポイントの6番。幕末略史を範囲とします。最初は、聞き流して。慣れてきたら、15分間学習して、通常の学習で勉強しなさい。では、始めていきましょう。お兄ちゃん、頑張って。1、1860年に、大老が、江戸城外で、水戸浪士らに暗殺されたんだって。これって何？また、その事件後に幕府が行った朝廷との提携による政局安定策は何ですか？もう一ついい？この政策は、老中誰の下で、孝明天皇の妹の誰と、14代将軍である誰の婚姻により行われたか。答え。1860年に、大老が江戸城外で水戸浪士らに暗殺された事件は、桜田門外の変です。事件後に幕府が行った朝廷との提携による政局安定策は、公武合体。つまり、天皇との結びつきを強化して、幕府の権威を向上させることです。公武合体は、老中の安藤信正の下で、孝明天皇の妹である和宮と、14代将軍の徳川家茂の婚姻により実現しました。2. 和宮効果に不満を持つ三条派が、安藤信正を襲撃した事件は何ですか？また、それは西暦何年か。もう一つ。その後、薩摩藩主導の公武合体が行われるが、その際上洛した藩主の父は誰か。また、上洛の際に起きた、倒幕を目指す薩摩藩士を排除した事件の名称を答えよ。答え。三条派が、安藤信正を襲撃した事件は、坂下門外の変です。1862年の事件です。その後の薩摩藩主導で公武合体を行うため、上洛した薩摩藩主の父は、島津久光。上洛の際に起きた、倒幕を目指していた薩摩藩士の排除事件は、寺田屋事件です。3. 1862年に実施された幕政改革の名称を答えて。また、その改革で、徳川慶喜、松平義仲、会津藩主の松平容保は、それぞれ、どのような職に就いたのかな？答え。1862年に実施された幕政改革は、文久の改革。文久の改革で、徳川慶喜は将軍後見職。松平義長は政治総裁職。会津藩主の松平容保は、京都守護職に就きました。なお、京都守護職の下に、近藤勇を局長とする新選組があります。4. 薩摩藩の島津久光の行列が、イギリス人に対して起こした殺傷事件の名称を答えよ。また、それは、西暦何年か。もう一つ。その事件の報復のため、イギリスが薩摩藩と交戦した出来事の名称を答えよ。答え。薩摩藩の島津久光の行列が、イギリス人に対して起こした殺傷事件は、生麦事件です。1862年に起きた事件です。翌年の1863年に、生麦事件の報復として、イギリスが薩摩藩と交戦した出来事を、薩英戦争と言います。5. 長州藩が朝廷を動かし、将軍の徳川家茂を上洛させて、幕府に攘夷を約束させたが、将軍の上洛は、将軍誰以来であったか。また、攘夷の決行日に、長州藩では、外国船に対する砲撃が行われたが、その報復として、1864年に、諸外国の連合艦隊が下関を攻撃して、砲台なんかを占領したけど、この事件を何というか。また、その事件を実行した外国名と、指揮したイギリス公使の名前、著書をそれぞれ答えなさい。答え。長州藩が朝廷を動かし、将軍の徳川家茂を上洛させて、幕府に攘夷を約束させたけど、将軍の上洛は、三代将軍の徳川家光以来のことでした。幕府が決めた攘夷決行日である1863年5月10日に、長州藩では外国船に対する砲撃を行いました。その報復として、1864年に外国の連合艦隊が下関を攻撃して、砲台を占領した事件は、四国艦隊下関砲撃事件です。四国艦隊下関砲撃事件は、フランス、アメリカ、イギリス、オランダにより実行されました。砲撃事件を指揮したイギリス公使は、オールコック。著書は、あれ？なんだっけ？ 6. 公武合体のグループが、朝廷内の尊長白下と長州藩勢力を京都から追放して、
朝廷内の実権を取り戻したクーデターの名称を答えよ。また、このクーデターの際に、京都から追放された孫承派の公家で、明治維新後に太政大臣となった人物と、幾度の変の際に擁立された人物は誰？答えは、8月18日の政変です。このクーデターの際に、京都から追放された孫承派の公家で、明治維新後に太政大臣となった人物は、三条実美。幾度の変の際に擁立された人物は、沢信義です。7、孫承派による横暴事件で、1863年に公家を擁した集団が、大和の代官所を襲撃した事件を何というか。また、京都から追放された孫承派の沢信義を擁して、田島の国の代官所を襲撃した事件と、その首謀者の名前を答えよ。もう一ついい？1864年に水戸藩を脱藩した孫承派が起こした事件は何か。答え。三条派による横暴事件で、1863年に公家を擁した集団が、大和の代官所を襲撃した事件は、天中組の変です。なお、天中組の変で擁立された公家は、中山忠光。京都から追放された、孫承派の沢信義を擁して、田島の国の代官所を襲撃した事件は、幾度の変。首謀者は、平野国臣。1864年に水戸藩を脱藩した孫承派が起こした事件は、天武党の乱です。8、1864年に京都に集まった孫承派を、新選組が襲撃して殺傷した事件の名称を答えよ。また、この事件を契機として、京都の皇居付近で起きた、公武合体派と長州藩の武力衝突事件を何というか。もう一つ。この事件後に着名で行われた、幕府の長州藩に対する軍事行動を何というか。答え。1864年に京都に集まった孫承派を、新選組が襲撃して殺傷した事件は、池田屋事件です。池田屋事件を契機とする、京都の皇居付近で起きた公武合体派と長州藩の武力衝突事件は、禁門の変。蛤御門の変とも言います。禁門の変後に着名で行われた、幕府の長州藩に対する軍事行動は、長州征伐です。9、兵庫開港問題で、諸外国が、幕府に圧力をかけて、修好通商条約の勅許を孔明天皇に承認させたのは、西暦何年か。また、貿易商定が改定されて、関税に関する新たな協定が締結されたけど、その協定の名称を答えよ。また、それは、西暦何年のことか。もう一つ。この協定の内容を、貿易商定との違いがわかるように、私にも教えて。答え。修好通商条約の勅許を孔明天皇に承認させたのは、1865年。貿易商定が改定されて締結された、関税に関する新たな協定は、改税約書。1866年に、フランス、アメリカ、イギリス、オランダと締結しました。改税約書の内容は、貿易商定で決められていた、平均 20% の重課税の輸入関税を、一律 5% の重量税にするものです。10、長州征伐で、幕府に恭順を誓った長州藩の主導権を奪い、藩の方針を倒幕へ変更させた昭和村塾門下生は誰か。また、その人物が組織した、正規兵以外の軍隊組織の名称を答えよ。答えは、高杉晋作です。高杉晋作が組織した正規兵以外の軍隊組織を、騎兵隊と言います。11、薩摩藩と長州藩との間で締結された、倒幕のための、軍事同盟を何というか。また、この軍事同盟を締結した薩摩藩側の中心人物二人と、長州藩側の人物を答えよ。もう一ついいですか？この軍事同盟を斡旋した土佐藩の人物は誰か。答え。薩摩藩と長州藩との間で締結された、倒幕のための軍事同盟は、薩長同盟です。この軍事同盟は、薩摩藩の家老の小松帯刀と、西郷隆盛。長州藩の木戸孝允との間で締結されました。薩長同盟を斡旋したのは、土佐藩の坂本龍馬と中岡慎太郎です。12、第二次長州征伐の時期には、政治、社会変革を要求する一揆が多発したようだけど、このような一揆を何というか。また、1867年から、東海地方と西日本で起きた、民衆の乱舞の名称を答えよ。答え。
第二次長州征伐の時期に起きた政治、社会変革を要求する一揆を世直し一揆と言います。1867年から東海地方と西日本で起きた民衆の乱舞は、ええじゃないかです。13。将軍の徳川慶喜は、朝廷に政権を返上したことを何というか。また、それは西暦何年何月何日か。もう一つ。その政権返上は、土佐藩の誰の働きかけで、前藩主の誰を通じた建白によって実現したか。また、岩倉具視らの画策で、同時期に朝廷から出された、将軍慶喜討伐の命令を何というか。答え。将軍の徳川慶喜は、朝廷に政権を返上したことを、大政奉還と言います。1867年10月14日のことです。大政奉還は、土佐藩の後藤象二郎と坂本龍馬の働きかけで、土佐前藩主の山内豊重を通じた建白によって実現しました。岩倉具視らの画策で、同時期に朝廷から出された、将軍慶喜討伐の命令は、討伐の密勅です。14。大政奉還によりを制せられた薩摩藩、長州藩の画策で出された、天皇を中心とした、新政府樹立の命令を何というか。また、その内容で、朝廷内の何が廃止されたか。また、何の廃絶が宣言されたか。もう一つ。天皇のもとに、新たに三職が置かれたが、その官職を三つ答えて。答え。大政奉還により、規制を制せられた薩摩藩、長州藩の画策で出された、天皇を中心とした新政府樹立の命令は、王政復古の大号令です。王政復古の大号令では、朝廷内の摂政、関白が廃止されました。また、幕府の廃絶が宣言されました。天皇のもとに、新たに三職が置かれたけど、それぞれ、総裁、議長、参与と言います。15。その後、京都の皇居内で、三職により開催された会議を何というか。また、その会議では、次官の内が決定されたが、その内容を説明して。答え。京都の皇居内で、三職により開催された会議は、古御所会議です。古御所会議では、次官の内の処分が決定されたけど、それは、徳川慶喜の内大臣の辞退と、領地の一部返上が決定したんだって。これって、ひどいよね。16。1868年から始まる新政府と旧幕府勢力との間で行われた戦争を何というか。また、この戦争で、東征大総督となった人物の名と、その参謀の名をそれぞれ答えよ。また、戦争での最初の衝突事件の名称を答えよ。答え。1868年から始まる新政府と旧幕府勢力との間で行われた戦争は、戊辰戦争です。戊辰戦争で、東征大総督となった人物は、有栖川宮垂人。参謀は、西郷隆盛。戊辰戦争での最初の衝突事件は、鳥羽伏見の戦いです。17。戊辰戦争で、江戸無血会場を決める会談を行った、新政府側と旧幕府側の代表の名を答えよ。また、それに抗議して、寛永寺に立てこもり、敗退した旧幕臣有志の部隊を何というか。もう一つ。戊辰戦争の際に、東北諸藩により結成された藩政府の同盟の名称を答えよ。また、函館戦争で陥落した城西の名称と、降伏した旧幕臣で、後に明治政府に協力して、修羅講師となった人物の名を答えよ。答え。江戸無血会場を決めた会談は、新政府側の西郷隆盛と旧幕府側の勝海舟との間で行われました。それに抗議して、寛永寺に立てこもり、敗退した旧幕臣有志の部隊は、将棋隊です。戊辰戦争の際に、東北諸藩により結成された藩政府の同盟は、大宇別列藩同盟。函館戦争で陥落した城西は、五稜郭。降伏した旧幕臣で、後に明治政府に協力して修羅講師となった人物は、榎本武興です。これで、幕末略史は終わりです。後半に国領が増えてくるので、結構、暗記に時間がかかります。中途半端に学習をしちゃダメ。反復を繰り返して、コンスタントに8割以上取れるようになったら、次の回に進んでください。じゃあ、次の回で待ってるね。背景の画像は、
お兄ちゃんと私の秘密だよ。